シャキーン。どうも、ドクター森野です。それではですね、先日サーパス春日部ゲートレジデンス、こちらのですね現地レポートをお伝えしましたけれども、その補足版ということでですね、今回パート2ということで、いくつかですね情報を補足していきたいと思います。こちら、ご覧いただきましたですね現地のレポート、あちらはいかがでしたでしょうか。ちょっと一部ですね、私の顔が、ちょっとかなり大きく映ってしまって、ちょっとカメラ位置の調整をですね誤ってしまった部分がありまして、まあ、そちらはちょっとご迷惑かけてしまいましたけれども、モデルルームの場所、そして、現地の場所、まあ、ちょっと春日部駅のですね東口と西口ということで分かれておりますので、実際に足を運ばれる際はですねお気をつけいただけたらと思います。ではですね、いくつか情報を補填していきますと、こちら現地のです、動画の前回のパート1の方でもご紹介したんですけれども、数年以内に計画道路が通る予定となっています。で、こちらはですねどれぐらいの、まあ、道路が通るかということなんですけれども、まあ、幅としては全部で、まあ、20メートルと、で歩道それぞれですね5メートルずつしっかり確保されて、電線も地中化、そしてタイル敷きになる予定ですから、街並みとしてすごいこうスッキリとしたかつ、まあ、綺麗な、そういった街並みができるのではないかというところは一つこうポイントかと思います。次にですね、駐車場の事情なんですけれども、設置率はですね 30% と決して多くはありません。内訳としては機械式が9区画と平置きが3区画ということなんですけれども、機械式ですね9区画、まあ、しかないといえばそれまでですけれども、逆にですね駐車場の利用がかなった方にとっては9区画しかないので、まあ、他の方とですね作業が重複する可能性が少ないというメリットはあるかと思います。次3点目ですね、ゴミ置き場に関しては、こちらは通り沿いにですねあるんですけれども、出入り口に関してもですね通り沿いにありますので、ちょっとこのゴミ置き場については、ウィークポイントというかゴミを捨てるためだけに、まあ、都度ですね敷地の外に出なければいけませんから、例えばですね出勤前とかお出かけ前、そのついでにまあ出すということであれば別ですけれども、ただ単にゴミを捨てに行くというふうになった時に、ゴミ捨て場に関しては動線上ちょっとまあ三角といったところかと思います。4点目ですね、設備の使用についてでございますが、こちらの物件はディスポーザーはついておりません。食洗機はついておりまして、キッチンのソフトクローズ機能ですね、こうやってこう押した時にですね静かにこう閉まる機構ですね、こちらはきちんと備わっております。浴室の照明については、残念ながらこちらはブラケットライトになっておりまして、トイレの手洗いカウンターはこちらの物件の場合は使用上ついてはおりません。まあ、ですがガラスについては漏洩ガラスを採用しておりますので、まあ、その点は良いですよね。続いてですね、こちら実際モデル訪問した時に営業の方がお話しされてたんですけれども、宅配ボックスのですね使用については、これ日本初めてだそうですけれども、顔認証の仕組みを採用しておりますので、まあ、こちらセキュリティ上ですねかなり高いポイントとなるのではないでしょうか。しかもですねプラスして営業の方が言ってたのは、やっぱりこう年を取ったりするとですね、まあ、太ってしまったり痩せたりしてしまったりすることってあると思うんですけれども、そのような場合の再登録についてもその場でやることができるんですよというようなことをおっしゃってました。今回のですねパート2の内容について最後のポイントになりますけれども、ご購入検討者の方の中にはですね現状駅から離れたところに、まあ、住まいがあるということで、お子様の習い事とかですね塾の、まあ、行き来といったところで、その都度都度ですね駅前までこう迎えに来ていらっしゃってる、まあ、そういう方も結構いるようなんですね。まあ、ですが、まあ、それをやるとまあ、お子様のですね大切な、まあ、習い事ですから、迎えに行くというのは親心としては必要なんですけれども、やっぱり、迎えに行くまでですね、寝る準備とかもなかなか整わなかったり、するわけですけれども、ただ、こちらの物件ですと駅から徒歩3分、距離にすると約180メートル、そして物件までの動線もですね、割と明るい広い
道になっていますから、まあ、そうした点でもこちらに引っ越していただくことでですね、お子様がお一人で自宅まで帰宅できたりとか、親御さんの負担も、まあ、そうしたお迎えの負担も軽減すると、だからこちらの物件見に来ました、申し込もうと思うんですという方も結構いらっしゃるというふうにおっしゃってました。まあ、そういう方にとってはですね、実際に引っ越した後もお子様が小学校、中学校に通う際もですね、学区としてはそれぞれ徒歩10分以内で通学いただけますから、まあ、そうしたファミリー世代にとってもですね、メリットの多い、まあ、そうした物件ではないでしょうか。繰り返しになりますけれども、今後ですね、春日部駅の高架化が進んでいったり、そして物件の目の前に都市計画道路が施設されたりということで、まあ、時間はかかるでしょうけれども、まあ、将来的なですね、発展の見込めるエリアの物件かつ、大きなですね、横断歩道とか渡らずにですね、徒歩3分以内で行ける、駅まで徒歩3分以内で行くことができる物件という点ではですね、気に入っていただいた方にとっては坪単価170万円前後で購入できる新築マンションでもありますから、おすすめの物件になってございます。それではパート1と合わせまして、今回はパート2のご紹介となりました。2019年のですね、サンデーマンションあと1回となりましたので、今週末ですね、またアップしていきたいと思いますので、こうご期待というところでございます。それではまたお会いしましょう。さようなら。